皆さんこんにちは、ナナムーチャンネルへようこそ。今回はですね、初めての東京ステイしてまいりました。その時の様子をお届けしたいと思います。八重桜見てください。すごい綺麗だった。鮮やかなピンクで撮影してみました。この時ね、初めて新しいカメラをちょっと使って撮ってみてるとこです。あ、こんにちは。正しい自動で検温機能取れます。はい、はい、あの緑色のランプつけば大丈夫です。つきました。今多分つけたと思います。あの、かざしていただくと多分ね、ついてる。あ、じゃあ私か。はい、はい、大丈夫です。はい、こちらお書きいただいて少々お待ちください。チェックインしてそのままラウンジでアフタヌーンティーをいただきました。アフタヌーンティーとか本当普段食べないんだけど、見てくださいこれ。しかもね、ママムーと別に取りに行ったのに、見てこれ、全くもう一緒なものを取ってくるという。できました。1万坪の日本庭園、約400年の長い歴史を誇る。さあ行ってみましょう。真剣に撮影してますね、これ新しいカメラでね。さあ、隠し撮り、完全に隠し撮り。なんかこれ斜めやってますね、これなんかね。自然を感じながら斜め瞑想してるのでしょうか。気持ちよさそうですね、この音を聞きながらね、自然の中で話してますね。あ、なんかこっち向きましたね。さあ、これはどんどん奥の方に、向かっていってますね。ここのお花がね、本当にあの綺麗だった。色がね、なんかもう加工、フィルターで加工したみたいな鮮やかな色で、本当に美しかった。庭園内の一番の見どころともいえる大滝、見てください。なんと高さ約6メートル。もうすごい気持ちよかった。マイナスイオンをね、こう感じながらリラックスできました。翌朝も
ここに来ていますので、軽く朝ヨガをしていた時にママムーが後ろから撮ってました。後ほど登場します。だから夕日が本当に綺麗に見えたの。すごい思い出した。ね、みんな夕日見て。おはよう。たくさん。たくさんいるね。おはよう。元気？みんな元気？ナナ元気だよ。おはよう。今日はちょっと天気悪いね。寒いね。みんなおはよう。朝が本当に気持ちよかった。やっぱこう自然の中でやるヨガは格別ですね。でここなぜかママムーがスローモーションで撮影しちゃってたらしいんですよ。なのでしばしお楽しみください。